今日エビチャーハンというぐらいですからいっぱい入れちゃいましょう。うん、うわー、おいしそう。エビチャーハンが出来上がったぞ。天の石、今日はですね、チャーハンいろいろ作ってきました。鮭チャーハンとか五目チャーハンとかね、いろいろ、この間も豚キムチやりましたけども、今回はねエビチャーハンですね。そうなりますとね、エビはまあある程度ちょっと大きいね、この、むきエビを使ったりなんかしましてですね、それで結構エビチャーハンのこうお店とか行くと卵とエビぐらいしか入ってなかったりとかするんですよね。もうシンプルにチャーシューとかもあえて入れなくてね、ハムとかで。今回はさらにエビの風味を足したいと思って、桜エビとか、これは網エビって言ってちっちゃいエビなんですけど、これ、お好み焼きの隠し味みたいなんでね、入れたりとかする人もいますけど、これでちょっとさらにエビの風味を増してですね、美味しいエビチャーハンを作ろうじゃないかと、思っております。材料、ご飯丼1杯、むきエビ 100g、網エビ 5g、桜エビでもよろしいです。長ネギ1/4本、卵2個、鶏ガラ小さじ1、塩コショウ少々、油大さじ 1.5。 天の飯、それでは行ってみたいと思います。あのね、リンタイホンっていうね、あの台湾の小籠包の美味しいお店がありまして、そこのねエビチャーハンがまあうまくて、南原さんとビビアンがあの連れてってくれたんですよ。あのビビアンがね、台湾で、そしたら南原さんと俺と小籠包はまああのカゴの何個食べたか分かんないぐらい食べて、あとエビチャーハンが止まんなくて、うまいうまいっつった。エビチャーハンがとにかくうまかったっていう、そのエビチャーハンを目指して頑張りたいと思いますよ。そこも卵とエビしか入ってないですよね、これ。ちょっと多めの油で、あ、だからそこよりはちょっとね、エビの風味を強めちゃう感じなんですけどね。ここにね、もうね、油をこの先に入れるんですね。エビのね、これ。あとはもうネギの風味も出したいんで先入れちゃいますね、これ。エビ油っていうのがあるぐらいだからね、エビの衣とかで。エビ油ってあるんですか。それでエビの風味をね、ちょっと足したりとかする。まあ、今日はこれぐらいの量なので。なんかもうすでになんかやりそうな雰囲気じゃない。ちょっと最近はね、あの最速ばっかりやってたからね、あんなの料理できんのかみたいな。うわ、ここに美味しいエビを、今日エビチャーハンというぐらいですからいっぱい入れちゃいましょう。これね、エビもね、火通りすぎると硬くなっちゃうんで、ここら辺のバランスが難しいですよね。美味しそうだよ、もうすでに。いいですね。よし、じゃあここに卵を、このままいくんですね。まーす。程度入ったら、これご飯投入です。うわ、いい感じ。ここに鶏ガラス、
わー、おいしそう。見事バラバラになりましたね。オッケー。あのね、光栄になるぐらいうまい。これさ、これやばいよ。もうここの時点でエビの香りがすごい。こんなもんでいこうか。これはね、最強チャーハン出来上がったかも。すっげえエビの香り。エビは誰が好きなの？好きです。佐藤が好きなの？エビは。その最高のエビチャーハンが出来上がったぞ。じゃあ佐藤食べなはれ。こんにちは、佐藤です。こんにちは、エビチャーハンいただきます。めっちゃいいエビのいい香りです。美味しいです。当たり前のように美味しいです。アミエビ、うん、の風味がめっちゃくちゃあります、ね。やっぱ油の時から入れたから、うん、油についたんだな。香りがちゃんと。はい、間違いなくエビの優勝です。あれ引き分けじゃなかった。やばい、エビの優勝です。エビ好きには本当にたまんない。本当においしい。ぜひ食べてください。私は鈴木、キャイグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。